はい、そしてもう一機種ですね、こちらが EOS GIS X8i という機種になります。先ほどの 8000D のですね、まあ、ファミリー向けといった感じで EOS 7i の GIS X7i ですね、そちらの後継という形で発売になります。特徴としては先ほどのと同じなんですけれども、新開発の2420万画素の CMOS センサー、それから CMOSF3 で高速な F を実現したという点が挙げられます。